2018年6月14日22時10分俳優の椎名桔平53が14日に放送された日本テレビ系バラエティー衝撃屋の人に会ってみた告示にビデオ出演。俳優の道を決意した理由に明石家さんま62のアシストがあったことを挙げ、さんまに感謝した。椎名がアシストを受けたというのは、30年前に国立競技場で行われたサッカー大会の前座で行われた芸能人チームザ・ミーラの試合。この試合で椎名は、さんまが右サイドから上げたセンタリングに合わせジャンピングボレー、鮮やかなゴールを決めた。当時、俳優を目指すもほとんど仕事のない大学生だった椎名。そんな時にテレビで目にしたのが、ザ・ミーラの試合だったという。さんまさんがグラウンドに出て、手を振るだけで4万人の観客が揺れる。小学生時代からサッカーに親しみ、上野高校時代には全国大会にも出場したこともある椎名は、得意なサッカーを武器に、まずはテレビに出て、自分を知ってもらうことだ、と考えたという。